ポルシェは現在、伝統のスタイルを再定義したヘリテージシリーズを展開しているが、その最新モデルとして登場するのが 911ST だ。911GT3 ツーリングをベースに、ST が特別エディションとして蘇る。レース界が加熱していた1970年代、フォードや BMW などのメーカーによる競争の場でもあったサーキットで、 ポルシェはこれらを打ち倒すべく開発を進めていた。そんな中で誕生したのが 911ST だ。この新しいレースカーは1970年から1971年にかけて投入され、デイトナ、タルガフローリオ、ニュルブルクリンクなどの、様々なレースに参戦、ルマンの GT クラスでも優勝した。しかし、 一年の間にわずか24台しか製造されておらず、幻のモデルとなっている。ポルシェは6月8日、ライブストリームイベント、ポルシェスポーツカーの75周年を開催し、未来のスポーツカービジョンを初公開すると発表。この日は1948年にポルシェの名を冠した最初のスポーツカーが認証された。 ポルシェにとって特別な日。ST の復活にはまさにうってつけの日というわけだ。発表間近のタイミングで、スクープサイトスパイダーセブンが最終形のプロトタイプを撃写した。ついにカモフラージュが取れた 911ST。たびたびスクープしてきた 911ST プロトタイプだが、今回路上で捉えた車両は、 フロントフェンダー後部の独特なエアベントが初めて露出するなど、エアロの秘密が明らかになってきている。これまでのスパイショットでは、フロントフェンダーの下部がカモフラージュで覆われており、その下には垂直フィンを備えた GT3RS のフェンダーのような形状が予想されていた。しかし ST ではフィンが短く、フェンダーとの接続が2箇所であること。 上部の隙間が少ないなど若干異なることが発覚した。また ST のフェンダーには GT3RS のホイールアーチ状の挙手状の通気口。ノコギリの刃のようなギザギザも存在しない。興味深いのはリアバンパーには。フロントフェンダーのようなカットアウトが見られない点だ。ボンネットベント、リアディヒューザー。 スポイラーのないテールなど GT3 ツーリングとの共通点が多く見られるが、ST にはスポーツクラシック同様のダブルバブルルーフ、異なるパターンのエンジンリッドのメッシュカバー、円形のヘリテージバッジ、さらにダウンフォースを向上させる小さなリップスポイラーが装備されているのが特徴だ。パワートレインは未だ不明だが、 GT3 ツーリングをベースとしていることから、4.0リットル水平対向6気筒エンジンを搭載。最高出力は 502PS と予想される。ただし、非常に限定された特別エディションとなるため、パワーアップされる可能性を秘めている。基本は AT と想定されるが、MT バージョンが提供されるかも注目だろう。